チャド内戦トヨタ戦争トヨタ戦争はチャド内戦の後期の戦闘のことである。この戦争ではチャド軍と反政府勢力の両者がトヨタ自動車のピックアップトラックを戦場で使用した。その車両の荷台後部に大きく表示されたトヨタのロゴタイプが報道によってたびたび放映され目立ったためトヨタ戦争と呼ばれるようになった。1987年北部チャド リビアとの国境付近で、チャド政府軍と、反政府勢力、反政府勢力を支援するリビア軍の間で、行われた。この戦争ではリビアは、多くの損害を出し、7500人が、死亡、およそ15億ドルの兵器を損失した。チャド内戦は1983年に、リビアの最高指導者カダフィが、チャドの一戦はれ大統領を認めずに、チャドの、 反政府暫定国民政府に軍事協力したことから始まっている。リビアのこの行為は、フランスの介入を招き、マンタ計画、エペルビア計画によって、リビア軍の軍事行動は16度線の北部、人口の少ない砂漠地帯に限られるようになった。1986年に入ると、チャドの重要拠点を失った GUNT はカダフィに反旗を翻した。これを知った。 ハブネ大統領は、チャド北部を奪回し、リビアのチベス地近辺で戦っている、GUNT 離脱者と合流するために、12月16日から、軍を16度線を超えて進軍させた。政府軍は、3ヶ月にわたって、ゲリラ戦と正規戦を駆使して、北部チャドを奪回した。また、1987年9月に停戦条約に、合意するまでの間リビア軍と戦闘を続け、 大きな被害を与えた。停戦条約では、青蔵地帯の貴族について話し合われ、1994年、国際司法裁判所はこの地域を、茶土寮と裁定した。ラビソマイや、世界の武装ゲリラがトヨタを愛する理由。ニュースウィーク日本版。 http://www.newsweetjapan.jp:/stories:/world:/201a//11/post-1817.php ページイコールに2017年5月14日閲覧ありがとうございます。